はい、こんにちは、116ウィンズです。7月はオールスターが行われるほか、トレードデッドラインも近くなってくるということで、トレードも次第に増え始めるため、 MLB 関連の話題が多くなる時期、ファンとしてはこの時期やペナントレース以外でも様々話題が出てくるので楽しい時期でありますが、さらにドラフトも行われます。今年の MLB ドラフトは現地7月9日から11日までの3日間、オールスターウィークと並行する形でシアトルで行われる予定で、今年のドラフトは全20ラウンド計614人の選手、その中にはこれからの球界を担うであろう未来のスター候補たちもきっといることでしょうが、プロ野球選手としてのキャリアをスタートさせます。以前当チャンネルでは MLB ドラフトとは何ぞやという動画を作ったことがありましたが、あれから3年ほどの月日が経ち、ドラフトにまつわるルールも少し変わってきた部分もありますので、今回は簡単にルールとドラフトがどういったものなのかをおさらいできればなと思っています。はい、で今年のドラフトはドラフトロッタリーが導入されてからは初めてのドラフトとなります。もともと MLB のドラフトは完全ウェーバー制を敷いており、前年のレギュラーシーズンの勝率が悪かったチームから順に指名していく方式を取っていたんですが、近年 MLB ではタンキング、再建期のチームがわざと弱いチームを編成して、翌年のドラフトでなるべくいい順位の指名権をゲットする、将来有望な若手選手を獲得するチャンスを増やそうとする行為が問題視されていました。その結果として昨年3月にリーグと選手会の間で結ばれた新しい労使協定にて、そのタンキング対策の一環としてドラフトロッタリーの導入が決定され、昨年プレーオフを逃したチームのドラフト順位は12月に行われたくじ引きにて決められました。もちろんドラフトは戦力均衡の側面もあるため、完全に公平なくじ引きではなく、勝率が悪いチームほど上位の指名権や一定以下の順位とならないよう配慮はなされているんですが、昨年最も勝率が悪かったワシントンナショナルズでさえ全体1位を引き当てる確率は 16.5% しかなかったため、今までとは違い負けまくっても運の要素次第では全然いい指名権を得られない可能性もあるわけですね。でくじ引きの結果、昨年 MLB で3番目に勝率が悪かったピッツバーグパイレーツが全体1位指名権を獲得。パイレーツは2021年も全体1位指名権を持っていましたので、2年ぶりの全体1位獲得となりました。その後の順位もご覧いただくと、例えばミネソタツインズが確率 1.7% しかなかった中で全体5位指名を獲得したり、逆に MLB で2番目に勝率が悪かったにもかかわらず、オークランドアスレチックスが全体6位まで順位が後退したりと、ところどころで勝率通りの結果とならなかったのはまさにドラフトロッタリーのあやと言えるでしょうか。この他の指名権絡みの話で言えば、年俸総額が贅沢税の課税ラインから4000万ドル以上超過したチーム、昨年はメッツとドジャースがそれに該当しますが、これらのチームはペナルティとして元々のドラフト1巡目指名の順位から実際に指名する順位が10個下がっています。メッツはもともと22位指名でしたが10個下がって全体32位、ドジャースは全体26位指名でしたが36位指名に変更といった具合ですね。加えてこれもまた新しい労使協定にて設定されたルールですが、トッププロスペクトが開幕ロースターに入ったシーズンで新人王等の賞を受賞、あるいは投票上位にランクインした場合、トッププロスペクトを昇格させたチームに対するインセンティブとして追加のドラフト指名権が付与されます。昨年球界屈指のトッププロスペクトとして開幕ロースターに入り、最終的に新人王を受賞したマリナーズのフリオ・ロドリゲスはこのルールの最初の適用者となり、マリナーズは元々の全体22位指名に加え、今回全体29位指名を追加で獲得しています。また市場規模や収入の少ない球団に対して追加の指名権を与える戦力均衡ラウンドでの指名権、全体30位のマリナーズの指名権なんかはまさに戦力均衡ラウンドのものですが、それですとか、あとはオフにクオリファイングオファーを受けながらも FA で選手が退団してしまったチームに対する保証の指名権なんかもあります。コントレラスを失ったカブスが全体68位、ロドンを失ったジャイアンツが全体69位、スワンソンを失ったブレイブスが全体70位指名を追加で手にしている感じですね。逆にクオリファイングオファーを受けた FA 選手を獲得したチームが2巡目以降の指名権を失ったりもしています。このように30球団が単にドラフト1巡目2巡目と順に指名していくだけではなく、指名権の入れくりなども多少生じているわけですね。また MLB のドラフトにおいてフロントの腕が試されるのがボーナスプールの使い方。細かいルールはあるものの、基本的にドラフト10巡目指名までの選手に使える契約金の総額に球団別に一定の制限が設けられていて、これを超過してしまうとペナルティが課せられます。各順位の指名には目安の契約金が設定されていて、これを保有する指名権分合計した量がそのチームのボーナスプール、契約金に使えるお金の総額となるわけです。高い順位の指名権を持っていたり、あるいは純粋に指名権の数を多く持っているチームほどボーナスプールは大きくなる傾向にあり、今年のドラフトにおけるボーナスプール上位10チームを見ても大体は高順位の指名権を持っているか、今年のマリナーズのように上位の指名権を多く有しているケースが該当します。で、これの何がフロントの腕を試すかというわけなんですが、指名される選手側としては目安に関係なくなるべく多くの契約金をもらいたい中で、チームとしては金額に制限がある以上、どうにかプール内に収めないといけない。つまり場合によってはどこかで節約する必要がある。一般的に後がない大学4年生、シニアの選手は休めの契約金でも応じてくれますので、そういった指名を挟んだりですとか、
あるいは選手側の契約金の要求が高く、多くのチームが敬遠して実力通りの順位で指名されなかった選手を下位の指名で拾ったり、自分たちが持つボーナスプールとうまく相談しながら、いかに最も有望な選手たちを獲得できるかが鍵となるわけです。ただまあ内緒では触れませんので、ボーナスプールが多い球団の方がドラフト戦略の幅も広がる傾向にはありますかね。という感じで大まかにルールをおさらいしたところで、今年のドラフトの最注目選手をピックアップしたいんですが、今年のアメリカ大学野球の頂点を決めるカレッジワールドシリーズを制したルイジアナ州立大学の東大のスターが全体1位全体2位指名となるのではないかと非常に大きな注目を集めています。ダのスターは21歳外野手のディラン・クルーズ。大学の年間最優秀選手賞に実質的に相当する今年のゴールデンスパイク賞を受賞した選手で、高校時代の2020年ドラフトでも1巡目候補に名前が上がるくらいだったんですが、この時はパンデミックの影響で大学進学を選択しています。クルーズは今季71試合に出場して打率4割2分6厘、ホームラン18本、圧倒的な OPS を叩き出しチームを牽引、ハードコンタクトする能力に長けアスリートとしての評価も高いことから5ツールプレイヤー候補とされ、 MLB.com はとある AL のチームのスカウト部長の言葉を引用して、2019年ドラフトで全体1位指名を受けたアドリー・ラッチマン以来の逸材としています。長らく今年の1位候補とされてきたクルーズですが、一方で契約金の要求もかなり高いという話も出てきていますので、果たしてパイレーツは彼を1位で指名するのでしょうか。そして LSU 投手のスターは21歳の先発投手ポール・スキーンズ。もともと空軍士官学校で二刀流としてプレーしていたスキーンズは今年から LSU に転向。 LSU では投手1本でプレーしてきましたが、今季驚異的なパフォーマンスを見せたことで全体1位候補に名前が上がるようになってきました。今季19試合に先発し防御率 1.69、 そして際立つのは122回3分の2で209個もの脱三振、先発ながら脱三振率 15.3 と圧巻のピッチングを見せ、チームのカレッジワールドシリーズ制覇に大きく貢献しました。スキーンズで目立つのは速球のスピードで、今季平均で98マイル程度、最速では103マイルも出したそうで、これをフラットな軌道でゾーン高めに投げてきますので、バッターとしてはなかなかスピードに合わないと。加えてスライダーも転向してからスイーパー気味な軌道へ進化を遂げ、こちらも空振りを量産する球種になったようですね。クルーズがラッチマン以来の有望株であるなら、スキーンズは2009年全体1位指名で、当時ドラフト史上最高の選手とも言われたスティーブン・ストラスバーグ以来の大学生先発有望株。この2人がどこのチームに指名されるかは一つ大きな注目ポイントとなりそうです。ということで、ある程度ドラフトってどんな感じかをざっくり掴んでいただけたなら幸いですが、最後に個人的な話というか、まあ例によってマリナーズの話をします。今年のマリナーズは不利を新人王と戦力均衡ラウンドの指名権のおかげで、例年の1巡目に相当する上位30位までに3回も指名できる絶好のチャンスが到来しています。最近は割と若手選手の育成に関してうまいサイクルができつつあり、フリオやカービー等のプロスペクトたちがメジャーに巣立った後もハリー・フォードやブライス・ミラーなどが出てきて、さらに今年途中からはブライアン・ウーデスとかガブリエル・ゴンザレスも新たに球界全体のプロスペクトランキングでトップ100入りするなど、またいい若手が着実に育ってきています。そこにさらに1巡目クラスの選手を3人も加えられるのはなんとも贅沢な話で、どんな才能豊かな選手たちがマリナーズに入ってくるのか、ドラフトの行方も含め、この点も本当にですね、個人的には非常に楽しみにしているポイントです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。